どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて、上半身も下半身もしっかり全身動かせて、しかも座りながら簡単な動作でできるフレイル予防体操っていうのをご紹介していきたいと思います。フレイルというのはですね、虚弱といって、いわゆる健康な状態と介護が必要な状態のちょうど真ん中ぐらいですね、ちょっと痛みとか、節々の不調を抱えているけど、まだ介護を必要としてない状態、介護を必要とする状態の一歩手前の状態のことをフレイルと言って、それを予防することをフレイル予防と言います。多くの方がですね、やはり年齢とともにですね、痛みとか不調を抱えながらでも生活しているんですけど、そういった時にですね、自分なりに体づくりとか健康のためにですね、しっかりと取り組まないと、どんどん介護が必要な状態になってしまうので、まだ動けるうちに、今のうちにしっかりと体づくりして予防しましょうというのがフレイル予防になりますので、今日はですね、何か難しいこととか、長い距離ですね、外歩かないといけないとか、そういうわけではなく、座りながら、お家の中でも全身をトレーニングできる、簡単なですね、フレイル予防体操というのをご紹介していきたいと思います。全身をですね、動かすので、少し頭のですね、脳の方も活性化される内容になっておりますので、ぜひですね、このフレイル予防体操を行って、生涯いつまでも強い体を作れるように僕と一緒に取り組んでいきましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私ですね、この度ですね、高齢者向けのストレッチの書籍を出版しております。こちらですね、無理なくお家でですね、座りながらでもできるストレッチたくさん紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認ください。概要欄からクリックできるようになっております。そして私の過去の動画では他の種類のフレイル予防体操っていうのも紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認ください。動画の最後にクリックできるようになっておりますので、最後までのご視聴よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、お家の中で座りながらでも、そして全身動かせるフレイル予防体操とはどんな体操なのか、僕と一緒にやってみましょう。さあ、それでは座りながらできるフレイル予防体操、早速行っていきましょうね。やり方としてはですね、20秒測りますので、20秒間体を動かし続けていきます。そして難しい運動とか、ちょっと痛くなっちゃう運動は行わなくていいので、可能な範囲で一緒に行っていきましょうね。では最初にですね、このように腕を万歳して戻してという腕の上下の運動と足を持ち上げる運動を組み合わせて、上半身下半身同時に動かしていきますよ。ではこちら20秒間いきます。用意スタート。はい、ではですね、しっかりとですね、足を持ち上げながら手の方も一緒に持ち上げていきましょう。さあ、このようにですね、上半身下半身同時に動かしていって、そして全身の運動をしていきましょう。速度は自分の速度で OK ですよ。はい、 OK、 戻しましょう。さあ、そうしましたらですね、今度は横の動きですね。このように腕は開いて閉じて開いて閉じて、これに合わせて足の方も開いて閉じて開いて閉じてと動かしていきます。では20秒間いきますよ。用意スタート。はい、ではしっかりとですね、ピーンと横に手を伸ばして、そして足は大きく開いてみましょうね。さあ、上半身下半身同時に動かしてですね、しっかりと体だけじゃなくて脳の方も動かしていきますよ。こんがらがらないね、気をつけてくださいね。はい、 OK。 さあ、そうしましたらですね、今度はですね、このように手の方をこうやって肩から外に、そして上にと、はい、外に上にと、さあ、こちらに合わせてですね、今度はこのようにですね、足の方はさっきと同じようにですね、2拍子の動きですね、開いて閉じて開いて閉じてと、手はこのようにで3拍子の動きになりますよ。ではいきますよ。用意スタート。はい、開いて、そして手が上になりますよ。さあ、このようにですね、足は左右に動かして、手は横と上に動かしてと、さあ、間違えないように少し頭を使いながらですね、体を動かしていきましょう。はい、 OK。 さあ、ではですね、疲れてきたら自分のペースで休憩しちゃっても OK ですからね。では続いてはですね、このように肘を曲げて伸ばして曲げて伸ばしてと、その動きに合わせてですね、足ですね、このように伸ばして曲げて伸ばして曲げてと動かしていきましょう。この時手もね、伸ばした時にパーにしてみましょうね。ではこちらもですね、早速20秒いきますよ。用意スタート。はい、ではしっかりとですね、
膝を曲げ伸ばしをしながら肘も曲げ伸ばしをしていきましょう。さあ、これですね、足を同時にパッパッと入れ替えていくことがとってもですね大事になってきますよ。さあ、手もパーにしてあげましょうね。はい、OK。ではストップしますよ。さあ、そうしましたらですね、今度はちょっと変えていきます。さっきは手をこうパー、そしてグーにしてましたけど、今度はグー、そして戻した時にパーです。いいですか？グー、パーにします。そしてさっきと同じように足の方もこのようにですね、交互に動かしていきます。さあ、これですね、手を前に出した時、思うと手開きたくなっちゃうんですけど、そこはですね、しっかりと頭を働かせて、前に出した時はグーと、戻した時がパーだというふうにですね、意識してやってみましょう。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、グー、パー、グー、パーと。さあ、前に出した時がグーです。思わず手がパッと開きなくなっちゃうと思いますが、さあ、そこはですね、しっかりとグーなんだ、グーなんだと。前に出した時はグーなんだと。頭を働かせていきますよ。さあ、これ結構難しいと思います。はい、OK、グーになってますかね。はい、ストップしましょう。さあ、そしたら最後の運動です。最後はですね、このようにかかと上げをしながら頭の後ろに手を持ってきて、後ろに引いて、かかと上げとこの頭の後ろに手を持ち上げる運動を組み合わせて行っていきます。しっかり後ろに腕を引いて、かかと上げながら頭の後ろに手を持ってきてみましょう。では20秒間いきますよ。よーい、スタート。はい、引いて頭の上にぐっと持ってきます。頭の後ろですね、すいません、頭の後ろに持っていきます。さあ、そしてかかともですね、上げてみましょうね。さあ、ふくらはぎ働かせていくと、座りながらでもね、血流が良くなってきますからね。さあ、頭の後ろに持ってきて胸を張ってみましょうね。さあ、頑張りましょう。はい、 OK、 ストップします。はい、では大きく深呼吸をしていきますよ。吸って、で吐きます。さあ、もう一度吸って、吐いて、そしてもう一度吸って、で吐きます。はい、 OK です。はい、このようにですね、座りながらでも全身を動かしたり、少し頭を、ね、悩ませながら、少し頭を働かせながらの運動も行うことができます。この1セットでですね、疲れなかった方、全然まだ大丈夫だよという方はですね、もう1セットですね、2セット目も、よかったら行っていただいて、自分の体力に合わせてですね、2セット、3セットと、1日の間にですね、可能な範囲で、体を動かしてみてくださいね。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどん紹介していきたいと思います。ご興味ある方、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。で、そして私、この度ですね、高齢者向けの、ストレッチの書籍出版させていただいております。こちらもですね、座りながらしっかりと体作りすることができるので、もしよければ概要欄からリンクをクリックできますので、概要欄も、ご確認のほどよろしくお願いします。そして私の過去の動画ではこのようにですね、他のですね、フレイル予防体操を紹介しておりますので、他の内容もぜひチャレンジしてみてください。はい、それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。また一緒に運動しましょう。